のミシェル、スニーカー好き。どうも、バスケットマンです。そんなあなたには、インニョーファイス。はい、ってことで今日もやっていきましょう。今日始まりました。バスケットマンのスニーカーと NBA。ポン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 。な、ってことでですね、今日はですね、RG さんと対談させていただいたときに、あの時買っといてよかったスニーカーっていうのをやったんですけども、それで一応僕のも見てみたいということなので、ちょっとリクエストのお答えして行ってみたいと思います。行ってみましょう。レッツアティポ。はい、ということで、ね、僕のですね、あの時本当に買っといてよかったスニーカーってこと、今日はね3足で、3足、まあ、意外なやつも入ってますね。ということで1足目から紹介していきたいと思います。まずは1足目、こいつ、デデンデンデデンってことなんですけども、はい、パトリック・ユーイングってことなんですけども、はい、よいしょ、はい、もう結構古いユーイングなんですけど、よいしょ、ニューヨークニックスカラーのユーイングですね。はい、これ正式名称なんて言うんだろうね、こいつね。なんだっけな、こいつの正式名称。忘れたな。ちょっと忘れちゃいましたけど、もう一個出そうかな。よいしょ。いやー、いいですね。ユーイングね、僕ね、昔めちゃくちゃ好きだったんですよ。で、初めて買ったバッシュがユーイングですね。1992年のバルセロナオリンピックのエクリプスの黒かなを買ったんですよ。はい。その時はね、ジョーダンとかね、あったんですけどね、180とかね、マイスロ、あ、マイスロね、フライトライトとかもあったんですけど、なぜか僕はユーイングを選べてね、このね、やっぱゴリラダンクが当時クソかっこよく見えたんですよね。これ超かっこいいじゃないですか。で、ナインティースバッシュあるあるで、このねキーホルダーがついてくるんですね、ユーイングの。これがね、やっぱ可愛いっすよね。またまたね、これもちゃんと再現してくれてることで、で、こいつを買ったのはもうこれ何年前、もう20年くらい前かな。あ、じゃあ20年言い過ぎたな。10年以上は経ってるね、間違いなく。で、こいつはね、あの当時なんか、当時じゃないですね、こいつを買ってから、これはね、もともとね、海外でしか発売されてなかったんです。日本で発売されてなくて、で、僕キックスラボでオレンジとこいつ青があって、で、どっちも買おうかなと思ったんだけど、まあ青にしてこいつ買ったんですね。当時ね、2万3000円ぐらいしましたね。高かったですね。はい。で、この無駄にね、アンクルストラップとかあるわけなんですよ。90年代バッシュあるですね。本当にこれで、足首がホールドできんのかみたいな感じですけどね。はい、ユーイング。で、タンがクソ長い。これもナインティースバッシュあたるですね。本当に。エアロジャムとかもそうでしたけども、ここも長いですね。で、まぁ、こんなごついからやっぱセンターのために作られてるバッシュなんでしょう。はい、パトリック、ユーイング。ユーイングのアパレルもね、ちょこ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 集めてるんですけども、まぁ、ちょっと高いんで、タイミング見てね、買おうかなと思ってますよ。ほんと全然履いてないですね。全然履いてない。で、やっぱりもうこの辺ひび入っちゃってきてて、結構ちょっと寿命が来てるかなって感じがしますね。で、この後に空前のね、ユーイングブームが来るわけなんですよ、日本に。もうどこもかしくもユーイングばっか置いてて、はい、大変なことになってましたけど、結局ね、量産しすぎちゃって、売れ残って、もう大変なことになっちゃうんですけど、逆の大変なことになっちゃうんですけど、その前に買ったユーイングってことなんですけども、これは一足持っときたいですね。で、1992年のバルセロナオリンピックのエクリプスは復刻されたんですよ。白のやつね。箱もめちゃくちゃかっこいいやつで。されたんですけども、日本ではされてなくて、だから海外だったかな。だから買ってないですよ。あれだけはちょっとね、いつかゲットしたいなと思ってますね。RGさん持ってるんですよね。いやー、ほんとかっこいいなーって思いましたね。はい。これが僕のね、ほんとに買っといてよかった。まあ、これから、先にも後にもこれと、まあ、買ったとしても、1992のエクリプスだけしか買わないんじゃないかな、ユーイングは。はい。まあね、NBA 好きだったらね、持っとかなきゃいけない一足なんじゃないかなと思って、こいつ選びました。はい。ということで、バシバシ行きましょう。はい。そして、続いては、こいつだな。続いて買っといて本当に良かったスニーカー、こいつってことなんですけども、はい。まあ、このマークがあると、まあまあ、皆さんご存知の方もいらっしゃると思うんですけど、アート・オブ・チャンピオン・コレクションの1個ですね。はい。よいしょ。はい、来ました。買っといてよかったスニーカー。もう1足目はこちら、ナイキエアマエストロ2ってことなんですけども、チャンピオントロフィー付きみたいな。
いやこれもね、当時1994年の NBA オールスターでスコッティ・ピッペンが履いてただけなんです、この真っ赤ですね、ブルーのジャージだったと思うんですけど。で、当時ね、やっぱマイケル・ジョーダンが引退して初めてのオールスターだったわけなんですね、確か。で、オールスター、ジョーダン結構取るじゃないですか、MVP をね。だから次の MVP は誰なんだっていう話になるわけなんですよ。そこでピッペンが下ろしたのはこいつ。でね、めちゃくちゃ派手なわけですよ。当時こんな派手な場所はジョーダンか。ぐらいですね。みんな結構地味めな場所が多かったんです、当時は。で、ホーレス・グラントとかにね、チームメイトね、お前こんな派手な場所して、ターンオーバーしたら、お前恥ずかしいぞみたいなこと言われたんですけども、見事、ピッペンはですね、オールスター MVP を取るわけなんですよ。確か29ポイント、11リバウンドみたいな感じなんですけども、はい。これを当時見てて僕は、うわ、クソかっけ欲しいと思ったんだけど、オリジナルは、日本で発売されてなかったんじゃないかな、記憶が正しければ。たまに持ってらっしゃる方いますけど、これ。いや、めちゃくちゃかっこいいよね、これ。やばいよ。で、このフライトの文字はね、やっぱかっこいいよね。で、赤。僕赤好きじゃないですか。ね、で、ちょっとね、サイズがちっちゃかったんで、もうワンサイズね、でかくして買えばよかったなって、ちょっと後悔してるんですけども。でもね、ほんと復刻してくれてありがたかった。これも海外限定だった気がしますね。日本で復刻されたのは、キースとのコラボで、やっぱちょっとチャックとかついてて、オリジナルを忠実に再現してなかったんで、僕はちょうどスルーしたんですけども、したらね、海外でこれが出て、いや、もうゲットするしかないでしょ、これは。ってことで、知り合いに買ってきてもらったマエストロ。はい、かっこいい。みたいな感じなんですね。ほんとこれはね、買っといてよかった。これはもうね、レジェンドスニーカー、ほんと殿堂入りだと僕は思ってますね。はい。そして、最後ですね、ほんとに買っといてよかったスニーカーは、こいつダダンってことなんですけども、このマークはね、コービー・ブライアントのマークですね。はい、開けます。はい、来ました。コービー1、プロトローってことなんですけども、これはほんとに買っといてよかった。まあ、いろんな意味で。で、こいつが有名になったのは、2006年1月22日のラプターズ戦、レギュラーシーズンの41試合目かな。そうなんです。皆さんご存知、これを履いてですね、コービー・ブライアントは81点取るわけなんですよ。バケモンですよね。歴代2位ですよ。本当に。すごかった。後半だけで55ポイントってことで。で、まあ、そういう意味もあって、こいつはね、ほんと買っといてよかったと思うんですけども、やっぱね、その後ね、ちょっと悲しい出来事が起きちゃって、本当に、そこから、コービー系のバッシュはすごく全部高騰しちゃって、まあ、僕なんかでは手に届かない値段のものが多いんですけども、はい。だから、こいつをちょっと選ばせていただきましたということなんですけども、すごいですね。もう、1位から10位まではほとんど昔の選手で、で、コービーが2位で、で、8位にデビッド・ロビンソン、ね、71ポイント。で、10位に、デビン・ブッカー、そうですね、71ポイント入って、他は全部ね、もうほんと昔の人。だから、コービーが相当すごかったことが伺える一足になっちゃってますね。歴史が垣間見ますね。やっぱ8番。8番の時のコービーが、やっぱかっこよかったですね。荒くれててね。で、20番の時はやっぱね、リーダー的な感じだったんで、かっこいいんですけど、かっこいいんですけど、やっぱちょっと若かった時のコービーの方がかっこよかったですね。はい。で、その前にね、RG さんも言ってたんですけど、まあいろんなスニーカーを履いてるコービーのシーズンがあって、その前がアディダスのシーズンってことなんですけれども、ってことで、はい。いやー、いいですね。今日はですね、はい。リクエストにお答えして、はい。私の本当に買っといてよかったスニーカー3足選ばせていただきました。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。 See you next game!